まず、パラメータエディターでスフィアのサイズを変更します。ラディアスパラメータの入力欄をクリックして、0.7 に設定します。続けて、隣の値を変更する場合は、このままタブキーを押すことで、次の入力欄に移動することができます。タブキーを押して、次を 2.3。そしてタブキーを押して、0.7。そしてエンターキーを押します。次にセンター Y を 0.2 に設定して、ローを20に変更して、位置と分割数を調整します。補足ですが、一つ前の工程に戻りたい場合は、コントロール Z を押すことで、Undo、戻ることができます。今回は説明のために行いましたので、元に戻しておきます。では、作業に戻ります。シーンビュー上の操作は、オルトキーとマウス左ボタンドラッグでビューの回転を実行できます。オルトキーを押しながらマウスホイール、または右ドラッグでシーンビューの拡大縮小を行うことができます。オルトキーと中ボタンドラッグでは移動を行うことができます。次にスフィアの下の部分の面を削除します。ここではシェルフ以外でノードを追加する方法を紹介しながらモデリングを行っていきたいと思います。まずシーンビュー上にカーソルを置いて数字の4キーを押してプリミティブ選択モードに切り替えます。補足ですが、フーディニでプリミティブというのはオブジェクトの構成要素を指します。ポリゴンジオメトリーの場合、ポリゴンフェイスを選択できるモードです。なのでこの場合、プリミティブ選択モードでは、ポリゴンフェイスを選択することができます。では、作業に戻ります。下部分のプリミティブを選択しやすいように、ビューを変更します。シーンビュー右上のパースプを左クリックして、セットビューからフロントビューポートを選択します。半分から一つ以降のプリミティブを左ドラッグしながら区形選択します。選択後、シーンビュー上にカーソルを置き、デリートキーを押します。すると、選択したプリミティブは削除され、ネットワークエディターを確認すると、ブラストというノードが作成されたことが確認できます。ブラストノードは選択した構成要素を削除するノードです。このようにシーンビュー上で行った操作もすべて対応するノードが作成されます。プリミティブを削除したのでシーンビューを元に戻します。シーンビュー右上のフロントを左クリックして、セットビューからパースペクティブビューポートを選択します。次にスフィアの形状を調整します。シーンビュー上にカーソルを置いて数字の3キーを押します。3キーを押すことでエッジ選択モードに切り替えることができます。そして下側のエッジをダブルクリックしてループ選択します。選択後、シーンビュー上にカーソルを置いて E キーを押します。E キーを押すことでスケールツールに切り替えることができます。中央のハンドルを左ドラッグします。そしてこのように内側に少しすぼめる形で変形させます。そしてシーンビュー下側のソフトエッジラディアス赤いバーをスライドしてジオメトリーをまとめて変形させます。
ネットワークエディターを確認すると、エディットというノードが自動で追加されたことが確認できます。ここで一旦先ほども少し紹介しましたが、改めてノードについて紹介します。Houdini はモデリングもノードベースで行われます。作業した内容はすべてノードとそのパラメータという形で独立して残っています。ネットワークエディターを見ると3つノードが縦に並んでいます。モデリングの場合、上から下につながっているものを順番に計算して、青い色がついているところの結果を表示しています。この青い色のボタンのようなものはディスプレイフラグといい、こちら側でどこか一つのノードに設定できます。変更するにはノードの右端かノード上にカーソルを合わせた時に周囲に表示される右上のボタンをクリックすることで切り替えられます。スフィアを作成し、プリミティブを削除し、コンポーネントを調整した結果を表示しているという状態であることが確認できます。これまで行ったことを一目で確認できるのがノードベースの利点の一つです。ネットワークエディターの移動は、マウス中ボタンドラッグ、またはスペースキー左ドラッグで行えます。マウスホイール、またはマウス右ドラッグで拡大縮小ができます。では、元の作業に戻ります。次に、スフィアにプリミティブを追加します。今回は、ポリエクストルードというノードを使用して、プリミティブを追加します。ポリエクストルードは、ポリゴンフェースやエッジを押し出すことができるノードです。まず、シーンビュー上で4キーを押して、プリミティブ選択モードに切り替えます。そして、上から5つ目のプリミティブを一周矩形選択します。ノードの追加は先ほど紹介したラディアルメニューを使用します。ラディアルメニューはシーンビュー上で C キーを押すと開くメニューです。こちらではラディアルメニューを使用してノードを追加したいと思います。最初に画面上部のメインのプルダウンメニューをクリックしてポリモデリングに変更します。これで C キーを押したときに最初に開くメニューを切り替えることができ、ポリゴンモデリングをより早く行えるようになります。シーンビュー上にカーソルを置いて C キーを押します。右側のポリエクストルードにカーソルを置いてクリックします。パラメータエディターのインセットを 0.07 くらいに調整します。数値の調整はパラメータに直接数値を入力することもできますが、右側のスライダーを調整することやシーンビュー左下の赤いバーのインセットをドラッグすることでも数値を調整することができます。その他便利な方法としてパラメータの名前の上または入力欄にカーソルを置き中ボタンを押すことでバリューラダーを開くことができます。この状態でマウスを左右に動かすことで値を変更することができます。このように小数点単位で値を変更できるので微調整する際などに便利だと思います。次にロケットに厚みを加えたいと思います。ノードはポリエクストルードを使用します。シーンビュー上にカーソルを置いてアルファベットの Q キーを押します。これで同じ操作を繰り返すことができます。
パラメータエディターを調整します。グループ欄に入力されている数値を削除します。グループパラメータの入力欄をダブルクリックして、数値を選択します。そして、デリートキーを押して、値を削除し、エンターキーを押して適用します。パラメータエディターの下側にあるエクストルージョンタブからアウトプットバック、こちらにチェックを入れます。そしてこの状態で上側のディスタンスパラメータをマイナス 0.05 に変更します。アウトプットバックにチェックを入れることで内側にプリミティブを押し出すことができます。内側にプリミティブを押し出したことから、プリミティブの頂点の順番が反対になっているので、それを修正します。ここからはネットワークエディターに直接ノードを追加する方法でモデリングを行いたいと思います。ネットワークエディター上にカーソルを移動してタブキーを押します。ここで作成できるノードの一覧が表示されます。一番上は検索窓です。そのまま作成したいノード名を入力することで絞り込み検索ができます。今回はリバースというノードを呼び出します。このリバースノードはプリミティブの頂点の順番を変更することができます。REV と入力してリバースノードを選択します。ポリエクストルード2の下で左クリックしてノードを追加します。ノードの場所は後からでも移動できるので、場所が空いていない場合などは後からでも配置場所を変更できます。この方法でノードを追加した場合、どのノードともつながっていない状態になります。では、ノードのつなぎ方について紹介していきます。ノードをつなぐにはインプット、入力とアウトプット、出力を使用します。上の丸が入力で、下の丸が出力です。この上側の入力に、ノードの効果を適用したい、ノードの計算に使用するものをつなぎ、その計算結果が出力されます。この繰り返しでモデリングを行っていきます。接続するときは、下側の丸、上側の丸をそれぞれクリックするだけです。クリックする順番はどちらでも構いませんが、入力同士、出力同士をつなぐことはできません。つなぐことができたら、ディスプレイフラグをリバース1に移動します。これで面の向きを修正することができました。補足ですが、ネットワークエディター上にカーソルを置いて、Shift S キーを押すことで、ノードをつなげているワイヤーの表示を切り替えることができます。また、ワイヤーを切断する場合は、マウスカーソルをネットワークエディター上に合わせて、Y キーを押すと、カーソルのアイコンはハサミに変わります。切断したいワイヤー上を横切るように左ドラッグすることでワイヤーを切断することができます。今回は説明のために行いましたので元に戻しておきます。次にプリミティブのグループ選択を行います。フーディニでのグループとは選択セットのようなもののことです。ジオメトリーの中のコンポーネントを選択し、名前をつけてグループにすることで別のノードでその名前を指定して要素の選択を簡単に行うことができます。こちらではいくつかのプリミティブを選択してグループ化します。作成したグループは後ほどマテリアルを作成して割り当てるときに使用します。グループの作成が行えるノードはいくつかありますが、今回はグループクリエイトというノードを使用します。このノードはポイント、
プリミティブ、エッジ、頂点のグループを範囲指定や簡単な条件を使用して作成できます。また、フーディニでのポイントは、一般的に言うジオメトリーの頂点のことを指し、バーテックスは面を構成する点そのもののことを指します。では、作業に戻ります。リバース1の下側の丸、出力を右クリックして、グループノードを追加します。ノードをつなぐ先が決まっている場合は、出力をクリックして、ここから作成すると、つないだ状態でノードを作成できます。GR と入力して、グループノードを選択します。そして、リバース1のノードの下で左クリックします。グループノードにディスプレイフラグを移動させます。この状態では、すべてのプリミティブが選択されているので、プリミティブを指定します。パラメータエディターのベースグループの一番右にあるカーソルアイコンをクリックします。そして、シーンビュー上にカーソルを置いて、4キーを押して、プリミティブ選択モードに切り替えます。ここでは、上側4段のプリミティブと、先ほどポリエクストルードで作成したプリミティブを選択します。最初に、上側の4段のプリミティブを矩形選択します。そして、シフトキーを押しながら、ポリエクストルードで作成したプリミティブを左ドラッグして矩形選択します。この時、他の面を選択してしまった場合は、コントロールキーを押しながら左クリックすることで選択を解除することができます。選択後、シーンビュー上にカーソルを置き、エンターキーを押します。これで、プリミティブをグループ化することができました。グループ化したプリミティブのグループ名を変更します。パラメータエディターのグループネーム。こちらにグループ1と表記があり、先ほど選択したプリミティブは、デフォルトではグループ1という名前でグループ化されています。今回はこの後適用するマテリアルにちなんでレッドと指定します。入力欄をクリックしてグループ名を選択してデリートキーを押します。そして RED レッドと入力しエンターキーを押します。これでロケットのボディ部分の作成を完了します。